身長ビヨン石井学科生成形外科専門医身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関すること配信していきたいと思います。身長伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日なんですけど、ズバリなんですけど、身長先生式成長ホルモン治療副作用大丈夫なんですかってことで、ここについてお話しさせていただきたいと思います。受診していただくと、ここはもちろんね、説明をね、詳しくするんだけども、まあ、今回ね、動画の中で少し説明させていただきたいと思います。で、まずはなんですけども、今までの治療経験上、ズバリなんですけど、副作用ほとんど認めていません。ほとんどっていうか、はっきりとほぼゼロというふうに言っていいと思います。ので、まあ、安全性がすごく高いなというふうに思っているところが、まあ、素直な感想になってきます。じゃないとですね、私こんなにね、一生懸命 YouTube ではっきりと配信しないですよね。副作用がどんどん出てくるであれば、当然私もね、この YouTube の配信はやめてですね、まあ、細々とやっていくってところなんだけど、まあ、そうではなくて、まあ、本当にいい治療だというふうに実感しておりますので、こういうふうに YouTube でお話しさせていただいたような状況になってきますので、副作用に関してはまずは認めていません。身長先生式成長ホルモン治療っていうのは、成長ホルモン治療と春季コントロールするお薬と、まあ、栄養補充と、あと生活の改善、まあ、こういったのは網羅的にね、まあ、包括的に治療していくんですけども、まあ、その中でなんですけども、プリモボランっていうね、春季遅らせるお薬ですね、それと、まあ、サプリメント栄養補充療法ですね、まあ、ここら辺を、まあ、組み合わせてやることも多いんですけども、そういった場合にですね、まあ、肝機能障害が起きる、それは結構あります。まあ、ズバリなんですけども、プリモボランと栄養補充最大量でやった場合で10人1人から2人ぐらいかな、肝機能障害が起きます。なので、まあ、そこら辺は一つ、皆さんとしても心構えが必要というか、それの覚悟は必要だというふうにご理解いただくといいと思います。でもちろんね、プリモボラン適用がない子に関してはやりませんので、まあ、そこはケースバイケースになるんですけども、ただプリモボランと栄養補充最大量だった場合は、そういった軽度の肝機能障害が起きると、それは少しご理解いただく必要があると思います。ただしですね、まあ、そういったものに関して言うと、まあ、いわゆる軽度の肝機能障害っていうところで、まあ、量を調節したりだとか、すれば、皆さん、ね、正常化しておりますので、まあ、そんなにすごく心配するようなものでもないので、まあ、そこはね、十分、ご理解いただくといいかなというふうに思います。症状に関しても、肝臓は眠れる臓器というふうに言われていますので、まあ、特に症状が出るものとかそういったことではありません。逆に、ね、症状が出ないからこそ定期的に採血に来ていただく必要があるんですけども、そこをご理解ください。それはですね、ここからですね、まあ、いわゆる成長ホルモン治療の部分ですね、まあ、本当にその身長先生式成長ホルモン治療ね、成長ホルモン治療、春季遅らせるお薬、栄養補充療法、生活の改善なんだけども、その中で一応メインになっているですね、成長ホルモン治療ですね、そこに関してどうなのってところを説明していきたいと思います。で、そこをね、冒頭に少しお伝えした通りなんですけども、治療中の大きな副作用って認めたことないです。これはもう言い切れます、今の中ですね。例えばなんだけど、具体的にあるのはね、眠くなっちゃう、これはあります。まあ、これはだから副作用とは言わなくて、どっちか単純に、まあ、眠くなっちゃうかなぐらいのご理解できると思います。まあ、中学受験の子の方かな、とかが、そう、先生どうしても眠くなっちゃうから、ちょっと受験終わってからやりますとか、そういったケースはまあ何例か経験しています。あとはまあ小さい年の少し内出血が出るとか、そういったところはもちろんあるんですけども、いわゆるなんかすごく困ったような副作用が今まで認めたことあるかというふうに言われると、そういったのはありませんので、そういった意味だと、まあ、心配しなくていいと思います。一方でなんですけども、こういった疑問が出てくると思うんですね。まあ、今は大丈夫かもしれないけど、今成長ホルモンを打ったものが何かしら大人になった時影響がないかって質問ですね。これをですね、まあ、明確に答えるのならば、まあ、現状ですね、今2020年3月末ですけども、現状としては、まあ、お医者さんね、こう真面目な私お医者さんとしては、分からないというふうに答えるのが、まあ、適切な回答、そういったような表現になってくると思います。あくまで今私の方で副作用を認めていないことか、それが将来一生にわたって副作用を認めないことを証明するものではないからですね。なので現状としてはね、 100% 安全ですよというふうに、もちろんそういうふうにことを言い切ることはできないと。例えばなんですけども、じゃあ大人になった時大丈夫ですか、もう少し解釈をしていくと、まあ、いわゆる簡単で死ぬまでフォローアップしないと、その治療が本当に適切なものかというか、副作用があったのかなかったのか議論できないんですね。なので例えば2024年だと、1940年ぐらいに投与し始めた人が、まあ、やっと少しおじいちゃんおばあちゃんになってきて、まあ、やっとそういうふうに終焉を迎えるって時期ですので、まあ、本当になかなかね、こういったのが研究を進めるというのは難しいというのを皆さんご理解いただけるとは思います。もちろんその副作用の発生頻度とか、そういったところは論文上は出ています。例えば副作用の発生頻度に関して言うと、過去の動画でもね、説明していると思うんですけども、いわゆる未治療のこと、モータリティ、死亡率とか全く変わらなかったよとか、そういった論文も出てますので、まあ、基本的には問題ないというふうに言ってもいいと思います。ただしね、まあ、医療の特性上 100% で安全ですよというふうに私が言うことはなかなか難しいですので、まあ、そこも十分ご理解いただく必要があるでしょう。まあ、あとは、まあ、その副作用がすごく心配な方に関して言うと、やっぱり、ね、暴露期間を調節してあげるってことがすごく重要かなというふうに思います。暴露期間、なかなか聞き慣れる単語かもしれないですけど、これも医学で しばし使われるような単語になっています。まあ、例えばなんですけど、まあ、タバコに暴露されるとか、アルコールに暴露されるとか、まあ、そういったような言い方になります。まあ、簡単に言うと、まあ、単純に、ね、アルコール飲んでた時期とか、タバコ吸ってた時期とか、ね、まあ、そういったふうにご理解ください。例えばなんですけども、成長ホルモン治療に関して言うと、まあ、1年間とか2年間とか、まあ、大体3年間ぐらいで、される方が、かなり多いように思います。例えば骨端性が途中までギリギリまでやりますよとかで、5年以上される方もいらっしゃいます。今の段階ですと、別に5年以上やったからといって何か副作用が増えるとかって、そういった報告
は特にありませんので、別に5年以上やっていただいても構わないと思います。ただし1年目が一番治療効果高くて、だんだん2年目3年目4年目とだんだん治療効果落ちていきますので、いわゆる費用対効果、コスパですね、コスパだんだん落ちてくるので、私の方から推奨度は下がっていくのが、まあ、特徴になってきますので、2年目になると、いや1年目効果ありましたよ、2年目大体この半分ぐらいですけどやりますかとか、そういった質問をしますし、まあ、3年目4年目となってくると、だん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 治療効果落ちてきますけど、それでもやりますかというような質問になってきますし、ちょっと話戻りますけど、ちょっと暴露期間について説明していきたいと思いますね。成長ホルモン治療に関して言うと、まあ、基本的にそんなに副作用は、現状ってそこまで心配していません。まあ、ただし、まあ、100% 安全ですよというふうに言えないわけですから、まあ、ある程度副作用リスクを下げてあげるっていうことも大事になってきて、じゃあどういうふうにして副作用リスクを下げるかというふうに言われると、先ほどお伝えしている暴露期間を調節するというのが大事だというふうに説明しています。例えばなんですけど、ね、お父さんお母さんね、どうですか、昔タバコ吸ってた人いるんじゃないですかということで、まあ、お友達のお付き合いなんかですね、まあ、私の世代もそうですよ、私も昔タバコ吸ってましたけど、ね、やっぱりその自分が吸いたいというよりはどっちかというと友達がみんな吸おう吸おうというかさ、まあ、しょうがないから俺も何年かが吸った時期もありましたけど、お父さんお母さんの世代ではもっとね吸ってた時期も長いかもしれません。でそういった意味だと、例えば1年間お友達のお付き合いでタバコを吸ってた人、ね、将来海外になるリスクがあるかと言われれば正直あんまりないですよね、うん、まあ、1年ぐらいであれば正直ってあんまり関係ないですね。長い人生で1年ぐらいそういった時期もあったでしょうと、若気の至りで済むところですね。ただそれがですね、まあ、お友達を別れてからもですね、まあ、5年10年と吸ってるとそういった人ですね、いわゆる肺がんのリスクが上がるというのは皆さんもご存知だと思います。まあ、アルコールも同様ですかね。アルコールもまあちょっと1年ぐらいね学生時代の付けで飲んでたってことであれば、それが問題ないことはまずないでしょうと。ただし今多くの場合アルコールの場合に関してはタバコと違ってですね、その後5年10年20年というふうに飲む方が多いですけども、そうするとなんだね肝臓に負担がかかってきて、まあ、肝硬変になったりとか、そういったリスクがあるよということで、やっぱり暴露期間が重要になってくるんですね。なので成長ホルモン治療に関して言うと、まあ、1年間とか2年間ぐらいであれば、まず私の今の現状ですね、2020年3月の、私の今の考えとしてはまず問題ないでしょうというのが結論になってきます。まあ、これが、まあ、じゃあ5年10年やっても今のところ論文上問題ないですよ。ただし費用対効果からすると、まあ、そういう暴露期間を調節するっていうことを考えると、まあ、あんまりねそこまでやんなくていいんじゃないかなということも、ご理解いただけると思います。ということで、まあ、今回の新潮先生式成長ホルモン治療ということの副作用について、ね、説明していきましたけども、今後もですね全身全霊でね新潮に関することを配信していきたいと思います。新潮バシャリフトチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。